通常の対空キャラで、えー、ミカがきついです。前捨ても飛びも、えー、お尻も止めるのは無理だと思います。そこで私考えました、えー。ミカのリーチ以外で小技を一生振って、えー、上だけ見て空対空します。そうすると、えー、前捨てとお尻は勝手に止められて、上も落とします。えー、欠点は自分、欠点は小技を振ってるせいで、自分のターンを作れないことです。ハ、は、イ、い、先生、私の対策は何点でしょうか ?2 点ぐらいかな。2点から3点だな。まあ、こういう対策は、 本当にこの「騎乗の空論」というやつでリターンが全然取れてないんですよね100点中2点ぐらいの対策ですねあのー、これすごい格げて結局リターン取るので勝てないんですよねなのであのー、まず1勝上だけ振ってまず空対空をするっていうのがまずあってまずこれが完全な対策じゃないですよね飛びに対するこれ相手に配達されたらまず落ちないんですよね でその時点でまず体育、まず体育、一番落としたいその体育がまず100点じゃない。まあ空体育自体はその使い分けとしては重要なんですけど、まあ、まずそれで崩せる。この人この体育してきましたと思ったら俺は、すぐそれを崩すことができるっていう。で、この小技を振るっていうのも、結局、何回小技で落とされても、まあ100、100%返せないわけじゃないですか。絶対そのうち、相手の地上技に引っかかったりとか、まあ、前捨てが隙間に入ったりとか、 まあ、ドロピックでクででラカンしたいいとかっていうのがああるんでまあ、これじゃ勝てないですね。まあ、小技のダメージはちまちま入るかもしれんけど、まあ、そのうちぶっ壊されて終わります。で、これめちゃくちゃよくありがちで、あのー、対応しようとして、どん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 リターンを減らしていってしまうっていうのが、これ格ゲー超あるあるで、例えばミカみたいなキャラって、やっぱりその、対応して勝ちたいやん。 ミカってキャラ自体は結構その嵐能力が高いキャラやからそれがやっぱ嫌やから完全に対応して勝ちたいっていう気持ちが出ちゃった結果全然その勝ちに勝ちから遠い対策をしてしまうっていういやそんなんしても結構リターン取りながら勝てないよみたいな動きになっちゃうっていうのがめちゃくちゃよくあってそれは本当にあの俺がもともと誠とかそういう攻めキャラ使ってるから めっちゃそれ分かるんですよね。やらよくやられるから、そういうの。なんか、それ幅広いけど、どっかで1点読みされた時点でひっくり返るから、めっちゃ弱いでみたいな対策がすごいあるから、まあ、それはこれかな。で、そういう,う,いう対策してる人に限って、そこを壊されたらめっちゃ弱いから、あーもうこれで勝てると思ってんのかなみたいな感じにこっちは思うから。で、それにちょっと1点読み混ぜて、崩すと、もうなんか、 より固定固定になって。で、守りの時も、なんかすごい消極的な選択肢になっちゃってで、それをやっぱりリターン高い技で狩るっていうのがもう、あの攻めキャラの勝ちパターンなんですよね。その、リスク高いけど、その相手のそのテンプレみたいなのを壊しに行くっていうのはもう、絶対みんなやるんで、攻めキャラ使いは。まあそんな感じですかね。